こら、起きなさい、たくみ。青、白、青、白。うるさーい。起きろ。お母さん、兄ちゃんがホモになったお前田くん、取らないで、やめて、やめなさいって危ない。なんか顔、お父さんに似てたけど。マナナ、そんなに面白かった？マナナ、まさかこんなとこで使い手に会うなんて。トゥーハンド、面白い、メガネのくせに。さて、次は、落ち着け。ここは4階なんだ。人が見えるわけがない。この方が私の夫となる。何を簡単に移動するために記憶を読み取らせてもらいます。わかりました。おい、待て、どうしたんだよ。お前も早く脱げよ。脱げて、姉さん、誰誰誰ってもう見えてたっつーの。おかっぱだろなに、私と戦争したいの？はあ、それはこっちのセリフですね。お前こんなところで何脱いで。びっくりさせんなよ。てか、ナナコって割と気痩せするタイプ。ナナコ、一旦服着てもらっていいか。真田。おお、何してんだちびこ。罰を受けてるの。すみません。姉さん、反省してますか？反省してるならこの棒を伝って降りてきてください。うん、してるしてる、早く下ろして。私のセリフ。あっくん、お洗濯物を持ってきましたよ。あらあら、お邪魔しちゃいました。何してんのあんた。上州州知ってたか、彼女オーナーの娘なんだってさ。だから俺、出入りする客のことをさ。どこの情報を集めてる。これは抵抗してたら頭とばこの体勢に。消えたもの、死ねか。宮崎くん、お願いだから平行に持って。道路側は危ないから。あ、ありがとう。お前は静かに上り下りできんのか。まあ
勇者が階段でこけんなよ。何してんだよ二人とも。別に待ってたわけじゃないんだからね。だから暴走トラックを避けようとして一つ手前の道に入っちゃったら間違えてたまたま戻ってきただけよ。そうですか。お？ナイス。タオル。うわ！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 お客様、そういうことはお部屋でお願いします。悪いね。ありがとね。かぶりましょうか。はい。ホタルさん、今なんて。電車が来るまでの時間つぶしにね、ちょろっとしゃぶろうかなって。ちょろっとしゃぶる？どこを？ああ、心配しなくても大丈夫よ。ココナツくんもしゃぶっていいから。いいの？もちのろんよ。でも、あとは頼んだでござる。ガクト！ごめん。先生、トイレに行かせてください。もちろんどうぞ。でも、もう少し早く行ってくれれば。ガクト、俺は必ず立つ。魔法使い。どの辺が魔法使い？それなら持ってる。これ。魔法のステッキ。って、警棒じゃねえか！新素材。ふざけんな！放心状態であろうと、体に強い刺激を与えられれば、意識は覚醒する。お前が戦わなきゃこのまま敗北だ。だってもったいないじゃない。世界に残された最後の一人、ひとときの食欲だけのために台無しにしてしまうほど無粋じゃないわ。もちろん本人が食べていいって言ってくれるなら考えるけど。食べていい？そりゃない。そう？気が変わるってことはない。やめて、腕一本。指一本だけならとか。よし、仕事の話をすんぞ。レバ？うん、ありがとう、アリア。さすが大先輩。ほんと、相変わらずね。せいや、ほったらかしにしてごめんねって。おう、シェクター。